保育士バンクチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。今日は桜の花を使って作ったモイストポプリというものを紹介したいと思います。こちらです。日本ではまだあんまり有名ではないんですけども、海外などではやってる方がたくさんいるそうです。今回は桜を使って作ったんですけれども、これをお塩に1ヶ月間つけておくだけで香りが広がるアイテムができるので、子供が拾ってきたお花とかいろんなもので試してみてください。ということで早速作り方を紹介していきましょう。どうぞ。材料の紹介をしたいと思います。プラスチックのケース、これは瓶でも OK です。お塩、桜の花びら、以上のものを用意してください。まず瓶の中に塩を敷き詰めます。塩を敷き詰めたら桜の花びらを瓶の中に入れていきます。少し敷き詰めたらその上からさらにお塩をかけていきます。そうしたらもう一度上から花を乗せていきます。最後にまたお塩を上からかけてあげてください。蓋をして1ヶ月程度寝かしておきましょう。これで完成になります。いかがだったでしょうか。これがですね、2週間つけたやつなんですけども、ちょっと匂い嗅いでみたいと思います。あ、なんかもう結構開けただけでもすごい匂いますね。結構花の匂いが強いんですけど、だんだん馴染んでくるとすっごいいい匂いになって、部屋の片隅に置いておくと使えるので、皆さんぜひ試してみてみてください。ということで、これからもいろんなアイデアを紹介していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。